前この野郎、にゃんにゃんだお前はこの野郎、やる気か、やる気だったらとことんやってやるかにゃ。競輪当たらんから競馬に逃げたわけじゃないかにゃ。背中見せたんだから攻撃してこいこの野郎、今日はこの辺にしといたるわ。はバカめ、ほなな、嘘でしょ。はーい、プリ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 決予想結果よー。やよいショーディープインパクト記念ほぼほぼ初公開。これがタイのプリケツデータ。プリケツデータよ。あとはプリケツを本場で見るの。本場っていうのはパドックよ。さっさといっちゃう。購入した馬券はこちら。3連単に2からの1467810よ。これ当たってもあんまりお高くないのよね。でもミーは当たることに意味がある。さあスタートするわよ。いってらっしゃいタカチン。無事に帰ってきてね。実況はプロの方。まず先行争いは4番タイトルホルダーが先頭に立ちます。4番タイトルホルダー先頭に立って、これを追いかける馬は10番シュネルマイスター2番手に上がっていきます。7番タイムトゥーヘブン今日は控えて3番手、3番天馬が内並んで、2番ダロンザキッドやや内立ちから離しての5番手の追走です。インコースは1番ゴールデンシロップ、直後に8番ソーバリアント、後方から9番大勢ドリーマー、6番ワンデイモア、現在最後方は5番の鳳凰サンデー。1コーナーを回ります。主導権は4番タイトルホルダーが取りました。リードを2馬身取っての逃げ、2コーナーです。2番手単独10番シュネルマイスターで2コーナーをカーブしていきます。これに追いついてきた7番タイムトゥーヘブン3番手、インコース4番手が3番テンバガー、5番手2番ダノンザキッド、先頭との差は5、6馬身で向こう上面に入っています。このダノンザキッドの1馬身後ろが1番ゴールデンシロップ、縦1列になってきました。後方8番ソーバリアント、6番ワンデイモアが追走、前半 1000m 1分2秒6というスローペース。9番タイゼイドリーマーが後方から2頭目、2馬身3馬身空いて5番鳳凰サンデー最後方です。800を切ります。3コーナーのカーブ、4番タイトルホルダーは警戒、リードは2馬身半少し広がったでしょうか。10番シュネルマイスターが2番手、3番手じわっじわっと7番タイムトゥーヘブン、内3番テンバが4番手600を切りました。今2番手のシュネルマイスターが先頭との差を詰めていきました。そして2番のダノンザキッド、5番手追走から外外を回ってじりじりと追い上げていきます。4コーナーカーブ、依然4番タイトルホルダー先頭で直線コースに向きました。2番手から10番シュネルマイスターが追い出しに入った。3番手は7番タイムトゥーヘブン、その後2番ダノンザキッド、現在4番手200を切りました。伸び足どうでしょうか。4番タイトルホルダー先頭、依然リードは2馬身、2番手から接近シュネルマイスター、そしてようやくダノンザキッドは3番手まで。4番タイトルホルダー先頭合輪、4番タイトルホルダー逃げ切り3連服もクソ安い。今週は外れたからエンディングはあれじゃない、これ。一度だけど万札握りしめ、握りしめた万札 JK に消える。一つの競輪場にはとどまっていられない。穴を見つけた男は夢を追いかけてく。ラインありバンテイで優しさに気がついたよ。辛い時君の眼差しは僕は信じてる。この車検ごめんよ、思い出にゴミ箱へ。いつまでもいつまでもめめしく生きる。万札よごめんよ、銀行に入れたいけど振り込まずやらせてくれ。夢の満車が